ブーちゃん、イカナゴ、ニシン、キュウリ
ベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5メートル、 1.5トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。
今日は
巻いたぞ。オスは 4.5m、 1.5トン、 来週の火曜日。メスは 4m、 1トンにもなります。よっしゃ。ベルーガの体には熱い脂肪がついており、そのために少しずっくりしているように見えます。ベルーガは別名白いのかと呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガが濃い灰色をしています。大水槽、成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリウモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。ぐーちゃん、名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。結構時間しか撮ってなかったですね。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは 4m、 1トンにもなります。姫路、ベルーガの体には熱い脂肪がついており、その中に少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリウモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。ぐーちゃん、名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。みーくん、オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは 4m、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。
Close up.
冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。
第2個だと思うね。オスは 4.5 メートル、1.5 トン。メスは4メートル、あまりにも早く上がりすぎた。絶対に俺そう思う。ベルーガの体にはもうちょっと熱い脂肪が出てきて、ね、そのために少しずんぐりしているように見えます。どういう風だったか知らんけどさ、俺見たの痛かったぞ。あれすごい楽しい。そんな目ない。ああ、体が痛くなってしまったんです。仕事がついてるけど、しかし生まれたばかりのベルーガが濃い灰色をしています。成長するにしたがって徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。だからこの3月、4月、5月のさ、ベルーガの野生には魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べているものがあります。バッチリ感じちゃう。今回のように、ホッケ、イカなど2種、9種類もなど、1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋高専の参加でご参加いただき、誠にありがとうございます。オーロラを見ればベルーガをご覧いただけます。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、1.5 トン。メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15kg から20kg の餌を与えています。雨降ってるか。雨は多分降っとるかな。名古屋の水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、1トン。メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。
4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。本当だ。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。ブーちゃん、しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ブルーちゃん、ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。どうか。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。
ベルーガは野生では
ルーちゃん閉館だ。北山1階の2カ所です。北館出口外にあるミュージアムショップは5時15分まで営業しております。なお、当館用のフードコート、レストランシステム、ぜひは6時まで営業しております。皆様、どうぞご利用ください。冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、1.5 トン。メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。